はい、こんにちは、116インズです。さて、 MLB も開幕から各チーム20試合、22試合、23試合ほど消化して、おおむねいいスタートを切ったチームとそうでないチームが分かれてきたかなという印象です。もちろんまだシーズン全体の1割ほどを消化したに過ぎませんので、今の段階でのチーム状況に一喜一憂するのは本当だったら大した意味は持たないのかもしれませんが、そうもいかないのが野球ファンの差がです。特に本来であればもっとうまくいくと思っていた、もっとチームの強みになると思っていたような部分が今うまくいっていないとなりますと、今後に向けて不安を抱いてしまうのもまあ仕方ないのかなと、今回はある種そんな各チームの誤算とも言うべきものについて、私が今のところ特に印象に残ったものをいくつかピックアップしてみようかなと思っています。はい、まず一つ目は我らがマリナーズの下位打線。打順が7番以降の選手の打撃成績がとにかく振るわず、打率1割6分6厘、WRC プラスはわずかに46と、リーグ平均と比べると半分以下の攻撃力しかないと。下位打線であることを差し引いてもさすがにこの内容はひどく、開幕から試合を見ていても下位打線のノーチャンスぶりにはだいぶ頭を悩まされています。特にオフに獲得したラステラ、ウォン、ハメル、ポロック、このあたりの打撃不振ぶりは際立っていますし、既存戦力のマーフィー、ハガティあたりもなかなかに苦しいスタートとなってしまっていますね。マリナーズは常々オフの打線補強が足りなかったのではと冬の間から言われてきたところでありましたが、まあ現状新戦力がものの見事に機能していない様子を見るに、早くもその疑念が正しかったのではと思われてもおかしくない状態ではありますね。下位打線とは対照的に上位打線は割と頑張っていまして、特にケルニックは待望のブレイクへの期待が膨らむような好スタートを切ったりしているわけですが、もう少し下位打線も打てないことには、現状の勝率5割近辺から抜け出す日も遠いでしょうか。続いてアストロズ打線の長打力ですね。ここまで長打率3割8分5厘、ホームランも22本と、長打力という面においては MLB でも下位に現状分類されます。アストロズ打線といえば強力打線のイメージがあり、実際昨年 MLB 4位となる214本のホームランも記録していますし、メンバーも昨年から大幅に変わったわけでもないため、まだ序盤とはいえ打線のパワー面が光っていないのは少々意外ではあります。中軸のアルバレス、タッカーを除くとなかなかパワー面が発揮されておらず、ここにはもしかしたら WBC で怪我してしまったアルトゥーベ不在の影響も多少なりともあるでしょうか。またアストロズ打線で少し気がかりな点としては、オフに3年契約でチームに加入したホセ・アブレイユがまだ1本もホームランが出ていない点ですかね。もちろんまだ序盤も序盤なので確たることは言えませんが、アブレイユは昨年時点で少しパワーが落ちた感もあり、もしこれが年齢による衰えの始まりだったのであればちょっと怖いかもなと。チームとしても彼がまだまだ中軸クラスの活躍ができると見込んで3年契約も渡したわけなので、早いところその不安を払拭するようなバッティングを見せてほしいですね。3つ目、パドレス打線ですね。昨年夏にソトが加入し、オフにはボガーツが加入、一気にオールスター軍団に化けた感じで超強力打線だとワクワクしたものですが、ここまでチーム全体の WRC プラスはわずかに90と平均以下の攻撃力に終始しています。新加入のボガーツは開幕から好調を維持し、打線を牽引する活躍を見せていますが、ソトやマチャドといった面々、特にマチャドですよね、こちらがまだなかなか本調子と言えるほどではないと。打つべき人たちが打たないとなると、攻撃陣のパフォーマンスが苦しくなってしまうのはまあ仕方ない部分はあるのかなと。ただそんな苦しい打線への朗報として、先日フェルナンド・タティス・ジュニアに対する出場停止処分がようやく終わり、ついに復帰を果たした点。復帰して早々ホームランも打ちましたし、タティスは一人でチームのムードをガラッと変えることができる選手でもありますので、タティスの復帰によって打線が勢いづくことに期待したいところ。打線が本来の調子ではない中でパドレスは12勝12敗と踏ん張っていますので、この間に中軸の面々を中心に調子を取り戻しておきたいところですね。続いてガーディアンズの守備ですね。昨年ガーディアンズが AL 中地区を制覇できた要因として守りの硬さがあり、盤石な投手陣だけではなく野手の守備力の高さもそれを支えた部分があると思われますが、今季はここまで UZR-5.6、DRS が -13、OAA が -8 と守備面がいずれも MLB 下位5位以内。昨年はいずれのカテゴリーにおいても MLB 上位6位以内に入っていたチームで、主要メンバーもそこまで変わっていない中で、シーズン序盤とは言いますが、ここまで守備指標が悪化傾向にあるのはちょっとらしくないですよね。特に外野陣で昨年大きくプラスを稼いだストローとクワン、この2人がマイナススタートとなっている点は気になるところ。ガーディアンズは全体的にコンタクトを重視した打線であることから、攻撃面で大幅なプラスを稼ぎ出すのは難しく、昨年と同様に地区優勝を狙うのであれば投手陣と守備の貢献も不可欠だと思いますので、守備のこの傾向が一時的なものであるといいんですけどね。続いてはメッツの先発陣。先発防御率 4.94、 ファングラフスタンスのウィンザボリプレイスメントは MLB28 位の -0.2 と、本来だったらチームのストロングポイントとなるはずだった先発陣がここまではあまり活躍できていないと。
メッツはオフにバーランダー、千賀選手、キンターナを加え、デグロームやバシットなどが抜けてもなお盤石なローテーションを組んだはずなんですが、開幕からバーランダーとキンターナが故障離脱。キンターナは夏場まで戻ってこられなさそうですが、ある程度計算できるはずのこの二人がいきなり抜けてしまい、また既存戦力のカラスコも先日離脱してしまいましたし、追い打ちをかけるかのようにシャーザーが粘着物質の取り締まりで10試合の出場停止になるなど、本当に逆風に次ぐ逆風というような状況。代役としてピーターソンやメギル、先日ルケーシンも高騰していましたが、いろんな選手でどうにかローテは繋いでいるものの、苦しいことに変わりはないですよね。バーランダーが順調にいけば5月頭くらいに復帰できそうなみたいな話も出ていますが、バーランダーが戻ってくるまではまだまだ我慢の日々が続きそうです。続いてホワイトソックスのブルペンですね。ブルペン防御率 6.22 は MLB 28位と、とにかくここまで失点が多いと。昨年のホワイトソックスブルペンはファングラス算出のウィンズオブリプレイスメントが MLB 8位のチームでしたので、やはり少しつまずき気味な印象ですよね。クローザーのヘンドリックスがガン治療で離脱しているのが何より響いていると思いますが、その代役として9回を任されているロペスはすでにセーブ失敗2回、ディークマンやバマー、グレイブマンといった面々も僅差のゲームでまとまった失点を喫するなど、試合終盤の不安定さが目立ち、7回以降の失点数は MLB で現在2番目に多い状況。ホワイトソックスはここまで7勝15敗とかなりのスロースタートとなっていて、もちろんこれはブルペンだけのせいではないと考えられますが、そうは言ってもブルペンが本来の力を発揮していれば拾えた試合ももう少しあったでしょうね。先日ヘンドリックスのガンが寛解したという嬉しいニュースもあり、ここから彼も復帰への道を歩むことになるでしょうが、今のチームほどヘンドリックスが必要な状況もなさそうですので、1日でも早く彼が戻れるといいですね。そして最後はアセチックス投手陣の全てです。アセチックスは再建中のチームなので、本来は誤算とかそういう話をするチーム状況でもないのかもしれませんが、とはいえチーム防御率が 7.97 と歴史的なレベルで投手陣が崩壊しているとなれば、あげないわけにもいかないでしょう。主力選手をトレードした過程で獲得したウォルディチャックやマラーなど、早い段階で戦力となってほしいピッチャーたち、昨年終盤に浮上の兆しを見せたカプリリアン、新加入の藤波選手などどのレベルのピッチャーも軒並み打ち込まれていて、ファングラス算出のウィンズオブリプレイスメントマイナス 2.8 は MLB ぶっちぎりの最下位。29位のタイガースでさえウィンズオブリプレイスメントが 0.1 ですので、他の追随を許さないレベルで投手陣が機能していないと。さすがに毎試合7点とか8点とか失点するペースを1年間続けるとは思いませんが、しかしながらアセチックスは早い段階でコンテナーに舞い戻るために即戦力に近いプロスペクトを獲得してきたわけで、それが物の見事に MLB で炎上に次ぐ炎上を繰り返しているようであれば、そのプランの先行きはかなり不安なものとなってしまいそうですが、大丈夫でしょうか。ということで、いくつかの誤算を見てきましたが、今後に向けて少し気になる部分もありつつ、本来の力と悪い方向に乖離している部分もありそうですので、これからの巻き返しに期待したいですね。皆さんにとってもここまでの20試合ほどで好きなチーム、あるいは球界全体でこれはちょっと誤算だったなと思うことがあれば、ぜひコメントに残していただけると幸いです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。